エンマは、土屋軽減作、野の山崎作画の短編連作漫画作品。月刊少年ライバル2008年5月号から2010年12月号まで連載された。単行本は、全8巻。狂言回しの、エンマを中心に、悪人の波乱に満ちた人生と末路を描いた、オムニバスとなっている。ただし、エイマに裁かれる人間たちには、大量殺人を行う者も,もいれば、 近いうちに、大勢の人間に死をもたらす者といった、必ずしも悪人というわけではない者も,もいる。彼らを思う、者たちの苦しみや葛藤、そして彼らの選択した、行動の意味を追求しようとするエンマ自身の心中に、主にスポットを当てている。人間による無駄な殺傷によって死者が溢れる冥府。これ以上の無駄な殺傷を止めるべく、エンマ王から命を受けた。 少女エンマは、あらゆる時代、場所に現れ行動を起こす。裁きを続けるうちに、エンマは、人間の心情、家族などの人間関係に興味を示すようになっていく。そして、人間の死を助長するな、ユタの暗躍や石像となった地蔵菩薩との出会いなど、減る中で、心を持たないはずのエンマの中に心が宿り始め、複雑な人間関係を見るうちに大を生かすために、 賞を殺すようなやり方に葛藤を抱き、やがて人を裁くことができなくなってしまう。しかし、なゆたを殺した罪に200年間、悩み苦しみ続けてきた男、数方姿を見て、自分も、自分なりの答えを見つけるまで人を裁く任務を続ける、ことを決意。そして、最後の任務として、自身の前世である少女、皆森エマの裁きを達成し、役目を得たエマは、 再び輪廻の管に戻る。その存在、理念、行動が無駄な殺傷を増やすと冥府に判断され、炎魔の裁きの対象となる人物たち。裁かれる理由は様々で、単に大量殺人を起こすした者、戦争を起こす権力者などもいれば、伝染病を広めて、死者を出す、恐れのある者といった、自身の意志とは関係なく、罪を背負った人間や、誰かを助けようとして、 大量死の原因になるといった根が善人である人間もいる。自身の正義感に従っていたり、やむを得ぬ事情を抱えていたりする場合が多く、複雑な人間関係がエンマを葛藤させることになる。彼らはエンマにより、全身の骨を抜かれて殺害される。ただし骨は、その人間を慕う者の数だけ体内に残る。そのため、骨の総数を上回る人間に慕われるものは、 たとえ裁きの対象となっていても骨を抜くことはできない。数が多いため特徴的な人物だけを載せる。なお、対象者には実在の人物もいるが、忠実とは異なる経緯を辿っている者も,もいる。2008年8月4日、発売 ISBN 978から40億6380万362009年1月5日、 発売 ISBN978 から40億6380万2652009年5月1日発売 ISBN978 から40億6380万4252009年9月4日発売 ISBN978 から40億6380万6782010年1月6日発売 ISBN 978から40億6380万8452010年4月30日発売 ISBN 978から40億6380万10712010年9月3日 発売 ISBN978 から40億6380万12312010年12月29日発売 ISBN978 から40億6380万1446ありがとうございます